どこの野良猫だよお前。ん？おいで。どこの野良猫だよお前。びっくりしたぞさっき。ん？今時刻は4時、朝の4時前ですね。家族からね、なんか鳴き声がおかしいっていうことで聞いてたんですが、さっき3時半ぐらいに2階にね、外に出せのコールをパイセンがしに来たんですが、その時の声がねパイセンの声じゃなかったのでびっくりしましたね。どこの野良猫だと思ったらパイセンでした。ん？風邪ひいちゃったみたいですね。なあ、だからお前夜は中に入ればいいのに。ん？よしくんね、うん、こっち見て、お顔を見せて。クールビューティーパイセン、クールビューティーパイセンだね。パイセンはね、まあ毎年ってわけじゃないですけど、何年かに1回こうやって風邪ひきますね。ね、やっぱり季節の変わり目。まあパイセンはご飯も普通に食べてるんで、多分何日かすれば普通に元気になると思いますけどね。ね、久しぶりにこのカメラでパイセンを撮った気がするな。ライス君とのツーショットも撮りたいとこですけど、まあ風邪が治ってからかな。パイセンの菌だとちょっとライスが耐えられない可能性があるな。ねえ、パイセンが感染するほどの菌だからね。通常三輪車ライチ君は暴走スポーツカーのパイセンの免疫力よりもないでしょうからね。半日うちの中にいただけでだいぶ毛並みがいいような気がするな。多分ホコリがついてないからですね。ね、明るくなるまでおとなしくしとけって、せめて。どっかのふがしっぽとは違うな。猫らしい尻尾だぜ。ねえ、照明カット。心なしか表情もちょっと元気ない感じしますね。ね、ああピントがずれる。しかしこのパイセンのフォルム、綺麗なフォルムしてますね。まさに猫って感じだな。出さないよ、尻尾振っても出さないよ。自分で開けに行ったな。